カストル・ポリュデウケス神殿の遺跡神殿の谷は、シチリア島南部アグリジェントに残る、高校遺跡である。マグナ・グライキアの芸術と建築に関する、最高傑作の部類に属する遺跡群で、シチリア島の観光名所というだけでなく、イタリアの国定史跡にもなっている。1997年、神殿の発掘や修復の大部分は、考古学者、 ドメニコ・アントニオル・ファゾ・ピエトラ・ザンタの尽力によるものである。彼はセラディ・ファルコの公爵だったことがあるため、セラディ・ファルコという名でも知られている。神殿の谷と呼ばれるけれども、国という語は不正確でアグリジェント郊外の尾根に存在している。神殿の谷には7つの神殿遺跡があるが、すべてドーリア式である。神殿の名前の童貞はオリンペイオンとは隔たっているが、 これは単なるルネサンス以降に慣例的に成立したものである。その神殿とは以下のものである。有能ーー神殿紀元前後世紀に建てられ、紀元前406年にカルタゴ人たちが火を放った。普段は結婚の祝縁に使われていた。コンコルディア神殿その名前は近隣で発見されたラテン号の秘文に由来している。紀元前後世紀に建てられ、 紀元6世紀にキリスト教の聖堂に転用された。このため一連の神殿の中では保存状態が良好である。ヘラクレス神殿ヘラクレスは古代アグリジェントで特に数形された神の一柱であり、この神殿は谷では一番古い。地震で崩壊してしまったため今日では8本の円柱が残るのみである。ゼウスオリンピア神殿紀元前480年に この都市国家がカルタゴに勝利したことを記念して建造された。大きなサイズのアトラスを使っていることが特色である。カストル・ポリュデウケス神殿その遺跡には4本の柱が残るだけだが、現在は近代アグリジェントの象徴になっている。ウルカヌス神殿紀元前5世紀に建てられた神殿で、かつてはこの谷で最も荘厳な神殿だったと考えられているが、現在では 時の流れと自然現象とで最も尊アスクレピオス神殿古代の史壁からは遠く離れたところに立っており、病気からの回を求める巡礼者たちの目的地であった。谷にはテロンの墓と呼ばれるピラミッド型の大きな境界岩の記念建造物がある。学者たちは第二次ポエニ戦争で犠牲になったローマ人たちを叩いて建てられたものだろうと考えている。 この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。